はい、どうもこんにちは、トゥルーチャンネルのまことです。今日はね、5分動画一発目の動画で、グリップについて話していこうかなと思います。持ち方で正しい方法って何なんですかっていう、まあ、質問は非常に多いです。なのでちょっとそれに対してね、お話をしていこうと思っております。まず一つ目なんですけども、グリップっていうか、まあ一回ダーツっていうのを置いといてですね、このバレルっていうのを置いといて、ボールペンだったりお箸だったり何でもいいんですけど、そういう時あのご飯を食べる際にお箸を持ちますよね。私はこの箸の持ち方でいいんだろうかとか、こうやって持たないとお箸は良くないよねって、まあルールがあるからちょっとややこしいけど、作法が一応あるからね、それはそれでまあ置いといてですね、実際目の前にしているご飯を見た時にお箸をパッと掴んで、いちいち握り方をあなたたちは考えますかっていう話で、おそらく多くの人は考えないと思うんですよ。よっぽどのその道の人じゃない限り。だってもう染みついてるもんだからさ、勝手に。そのご飯に対して、いやこうやって持たないとそのご飯を美味しくいただけませんみたいな話ってないと思うんですよね。どんな持ち方しようが、ご飯の味は変わらない。絶対に。ロケーションとかは変わるかもしれないけども、ご飯の味は変わらないんですよ。どんな持ち方しようが、スプーンですくおうが、箸でやろうが、変わんないんですよ。で、それと一緒で、ダーツも、幸いなことに別にバレルをどう思っても礼儀作法なんか関係ないじゃないですか。こうやって持ったらみっともないわとか、こうやって持ったらなんてもう親不孝もんなんてことないじゃないですか。持ち方は自由なんですよ。幸いのことに。だって、2フィンガーから4フィンガーかな、だいたいベースとして呼ばれてるのは。中には5みたいな人もいるんですけど、まあ、実際、よう見るとこうなってるんですよね。5の人って。じゃあ0かなっていう人もたまにはいます。これね、あの、ボーガーのプレイヤーでいるんですけどね。まあ置いといてですね。でもこれでもめっちゃうまいんですよ。プロですから。はい、で、実際にじゃあ別に2本からその何本っていう規定はないんですよ。1本は無理やと思います。はい、もうこれでこれやったらもうそれでプロならいいねって、俺はもうそれが天才だと思います。1本はまあ現実的に難しい。じゃあ2本から4、5あたりまでマックスがあるとして、それをね、どれをしようが別に礼儀作法にも引っかからへんし、自由なわけですよ。だけど一応プロが、まあ、ベースとしてやってるのが3本やったり4本が多い。だからなんか3本で握る方法とか4本で握る方法とか、まあいろいろとお話があるんだと思うんですけど、実際2本で結果出してる人もいましたし、自分の体に合うから結果が残るんです。3本でも4本でも5本でも一緒です。それをどれが正解だっていう風に変に頭が認識しちゃうから、まあグリップに対して悩むんじゃないかなって思うんですよね。まあお箸とかボールペンとかね、そういうものに関して作法があるものに関しては悩むっていうよりかは、その作法通りやるっていうのが、まあ、日本人流の考え方なんで、それはそれで置いときましょう。ただダーツに関しては何もないです、作法なんて本当に。だから自分の気持ちですよ。もうこうやってパッと持ってパッとね、置いてるダーツを握った時に、いつも自分はどうやって握ってんのかなって、僕は結構昔練習方法としてダーツをこうやって持ったまま、こうやって構える練習、こうやってこうやってみたいな、グリップは勝手にしちゃうんですよ。で、高確率で同じグリップをしてるんですよ。どんな時代でも。これは結構本当に僕はダーツ始めたての頃からちょっとやってたんですけど、じゃあ大体その当時はその当時ずっと同じ握り方をするんですよ。じゃあ基本的にはその握り方がベースなんで、その通り基本練習だったり試合だったりでやっていければ、いつも通りにはできるよねっていう話なんですよね。でそこで上手い人を取り入れてくるから話が変わってきてて、あなたは別に上手い人じゃないんですよ。要は上手い人っていうのはそのモデルとしてる人じゃないんですよ。自分っていうのをモデルにしないといけないんで、なので僕も僕を見て握り方を覚えていったんで、要は他人を見るんじゃなくて自分自身が本当に持ちやすいなって思うことを追求していくのがまず第一弾じゃないかなと思っております。次上げる動画に関してはグリップの変更のタイミングみたいなのが来る可能性もあるんですよね。僕は一回来たんですけど、それについて次回はお話ししていきます。ということで、本日はご視聴いただきましてありがとうございます。